これから風景について、風景画について勉強したいと思いますが、こういうものにはいわゆるノウハウ、方法論というものがありそうで、まあ、ないものです。で、今回は甚だ実験的に、ゼロから始める。ゼロからと言いましても原始絵画というようなですね、昔から始めるわけにもいきませんので、現代絵画の発端となりました、いわば印象派の頃からのおさらいをしながらやってみようかなと思っています。印象派という、印象派以前の問題としましてはね、今日実は持ってきたのですが、デューラーの面白い絵があります。これはデューラーが描いた、作った版画の一部分ですが、昔の人は、つまりルネサンス当時の人はどういうふうな絵の描き方をしたかということで、ここにモデルさんがいます。ここへそうですね、5番目のマス目に切った見取り枠があります。で、ここに覗き穴があります。この一点の覗き穴から覗いて、このようにして、ここに見えるものを、いくつも点が見えるわけですからね、それをこの画用紙の上にも同じ5番目を引いたものの中に写し取ると、このようにすると、例えば人間が足の方から、見た人間でも描けるという、まあいわばこれは遠近法の描き方の一つの模式図ということになります。こういう方法をルネサンスの当時の人はいろいろ開発して、実に写実的にものを写し取るのはどうすればよいかという、まあ、研究を続けたわけです。これもデューラーもそうですし、ダ・ヴィンチも何もかも、その頃のブルネスキーとかいう人たちもみんなこの遠近法にうつつを抜かして勉強したわけです。で、今回は私のその昔の見取り枠というものをふと思い出すことがあるものですから、これを真似して、私まで一度もそういうことをやったことはないんですけども、初めて一つこの見取り枠を除いて、ゴッホが描いたあの教会、ゴッホの教会を描こうかな、描いてみようかな。そうすると一体どういうことになるか、つまりゴッホはあの絵を描いておるわけですが、ゴッホが立ったまさにその同じところへ立って、この見取り枠でゴッホの絵を描いてみようかなと思っています。これ四角ですから正方形ができるように、まあ僕が作ったんだからあんまりうまくいってないんだけど、これ今でもね、お店の画材屋さんに行くとね、こういうもの売ってます。ここにこう5番目の枠をこう今のデューラーさん大先生みたいにね引くわけ、1、2、3、4、5、あ、ちょっと小さいけどね、まあもうちょっと大きくしようかな、このぐらいにしとこう。思い切って描いちゃった方がいいかもしれないね、これね。これでも、つまりこの枠の中からこう景色を見るという、別にね、この線の通りにしなくたって景色をどこからどこまで描こうかななんていうふうにね、思うときにこうやって見るといいんですね。何でも枠をつけてみるとかっこよく見えるもんでね、あの汽車の窓から見た景色なんてかっこいいように、あのあ、これいい、こんな景色のいいとこがあるから、降りて描こうなんて思ったら
から結局は枠の中から見たから良かったんであって、枠を出てみるとあんまり良くなかったなんてことがよくあります。ああ、これ教会の全部を入れようと思うとこういうふうにしなきゃ入んない。これはちょっと失敗だったな。失敗ではあるけども、まあ実験ですからね。私ね、こういうようなことをやって書くの初めてなんですね。子供の頃からいっぺんやってみたいと思ってたんだけど、これをこの年になって初めてこんなことを今やってます。黙って書いたらこんな風にはなるなるね。もっと楽にいけるのに枠があるばっかしに書けないっていうことが分かっている。それはそれでまた優しく行う我が年というか、これちょっと動かないようにして、目の見る目も動かないようにして、両方全部動かないようにしてやんなきゃいけないわけですね。でこの線の命ずるままに描かなきゃいけないわけだから、思うように描くってわけにはいかないわけですね。まるでもう機械になんなきゃいけない、人間が。人間が機械になるっていうのは難しいですね。これ非常に苦しい。好きなようにやってきたのに好きなようにはできないわけだから。結局こうやって一つの縁穴から覗いた世界、それがこの遠近法ということになるんですね。これはやっぱりダメだから、いつもやってたようにやった方がいいと思いました。思い始めました。
これはあの見取り枠といって画材屋に行くと売ってるんですけどね、これはもう私が作ったんですけど、四角い枠の中にこう糸でね、こう貼って線を引っ張って、この枠で見るとあの絵を描くときにはどこにしようかな、ここにしようかななんて、まあ見取り枠ですからちょうど窓から覗いた景色みたいにこう見えるわけですね。でこういうふうにするとあの絵を描く構図を決めるのに都合がいいというふうに昔からまあそういうふうに言われてて、私が子供の頃描いた本の読んだ本にはこういうのがあったんですね。今でも画材屋に売ってますけどね。で私はじゃあ今回は一つ挑戦してみようと思って、生まれて初めてねこれを使って絵を、描いたんです。というのはしかしこれはこのガタガタ動かしちゃダメですね。これをきちんと固定しておいておきましてね、景色も固定して、もちろん固定してて、この幕が固定して、それを除く自分の目の位置も固定して、全部固定していないとこれがゆらゆら動いたら描けないわけです。理屈は分かってるんですけども、少しぐらい動いても描けるだろうと思って挑戦したら、やっぱりね手で持ってたんじゃダメですね。もう全然これはあの生まれて初めてやったんですけど、やっぱり役に立ちませんでした。で、実は途中まではやったけどやめて描いたのがこれなんだけど、徹底的に写実的に描いたらあの負けないだろうと思って描いたんだけど、やっぱりそれほど写実的には描けませんでした。でもおおよそのところはこう似てるので、ちょっとこう見てます。およそのところはこういうふうな感じね。ちょうどここに人が通ってるところがあります。これは分かった、何か分かってる方には分かると思いますけども、これはこちらのロッコの城。こうして見ると、私の絵は、あの、写実的に、デッサンは整ってるけども、ただそれだけのことでなんてことはない。写真に撮った方がもっと良かったっていう感じになりますけど、ゴッホの絵はどうしてこういうふうに曲がっちゃったんだろうと思うように、曲がって色も違うし形も狂ってるけれども、写真のように描いてはいませんよね。つまりこの私が描いた時は自分が機械になって描かなきゃいけなかった。もう碁盤の目に従って、あるいは相手の絵に従って写真のように描こうと思うもんですから、自分が機械になって描いたような気がします。でもこちらはゴッホ、さすがゴッホのことですから、機械のようにはなってなくてゴッホそのままで描いてるというわけですね。だからつまりゴッホは、ゴッホ以前の絵は機械の絵だったのに、ゴッホ以来は、以後は機械の絵じゃなくなったというふうに言ってしまえばいいと思います。言ってもいいと思いますね。だからゴッホの絵は胸を積んだということなんだけども、絵を描く我々も別に実物にとらわれたり写実的にとらわれたりしないで、もっと楽な気持ちになって描けばよかった。それ僕はちっとも楽な気持ちで描かなかったという、ね、深い反省で、反省というか機械になり損なっちゃったわけです。今度は見取り枠から解放されて、足場のいいところ、つまりもっと教会が、まだ教会がいい気分で見えるところを探して、今度は自由に描こうかなと思って、行ってると、駐車場のような公園のようなところがあったんですね。でそこへ、もう座り込んで描こうと思ったら、またしてもこういうものがあったわけです。これどうも多分バラを這わせるための垣根のようなものだと思うんですが、するともう一回だけこの枠で描いてみようかなとこう思ってしまったんですね。それで一つまずは枠から描き始めまして、一遍試してみたわけです。
こんな風に見えないんだよね、見てても。これで見るとこうしかなってないんだからしょうがないだろう。不思議だなぁ、肉眼で見たらこう見えないんだよね。だからここまでにしましょう。これ以上パッと成功しないかな。これはしかしね、偶然何のためにあれがあるのか知らないけど、こういうものがあるところに来てね、もう一遍挑戦しようと思ってやってみたんですけどね、あそこにあるマス目とこれと全部漢字合わせてやったんだけど、漢字は合ってるわけ、これで。で、私どうしてこんな風になるのかなと思いながら、やっぱりなるんですね、計算すると。で、それでどうなんだって言って、結局こうなんだって言うしかなくてね、やっぱりそうですね、やっぱり機械の目で見てるんですね、ここまでやっても。だから手間かかるし、時間ばっかりかかって、思うようにならないし、できてもあれですね、あ、自分が書いたっていう気にならないですね。だけどまあこれは実験だから、この実験は、まあ、むしろ成功に終わったと、成功したというべきではないかな。絵は成功しなかったけども、実験は成功したっていう気がします。記念に時間を書いておこうかな。とまあこんな風に、枠から覗いて、バラの枠からですね、覗いて描いたらこんな風になったんですが、どうも命ぜられるままに描いたという感じがするんですね。ですからやっぱり、自分で好きなように描こう、そう思ってここへ来たんだから、もう一遍振り出しに戻って、自由に描こうと、まあ、してみたわけです。確かにね、好きなように描くと好きなように、筆が手が動いて、楽な気持ちでこう線が流れていくわけです。これはもうなんか随分気が楽よ。こうして攻めばなるの、ああ攻めばなるのっていうの何もないからね。こんな風に描いてるとやっぱり楽しいですね。なんか自由な気がします。自由に線が、手が動いてるような、これが自分でも体で感じられます。今右下の方にこう見えてきたのが、あれがあの枠だったわけですね。あの枠にとらわれてきたことが嘘みたいな、気がします。で得意になってこう楽な気もして、今屋根などを描いておるわけですが、他の方にはお分かりいただけないかもしれませんが、そうは言ってもね、実は内心枠にとらわれていた時のことが思い出されるわけですよ。そういう気分でまだ引きずって描いてるような気がします。
ここに、まあ、置いてみましょう。そう、この辺りで取れたんだから。あれ、これがね、紙芝居じゃないけども、これも額縁に入れないのは不公平だからね。これはね、ここにもマス目が書いてあるけども、何なんだか知りませんけど、初めから公園にあったマス目を覗いて書いたらこういう風になっちゃった。これでもね、ふざけて書いてる時、一応一生懸命ね書いたんですよ、あれに合わせるように。そしたらこんなになっちゃった。どうも釈然としない。で、パッと紙芝居だからね、こうしてさっとさっと今の書いたの、ほら違いますよね、やっぱり。これはまだ完成じゃないけれども、これと比べたらね、楽しさが違うというのかしら。自分でどこが良くてどこが悪いのか自分の口から言えないんだけども、ただ私の気持ちではこっちの方が楽しかった、こちらの方が非常に義務的で辛かった。やっぱりね、マス目がこうあって、そのように書いてみようとしたのね、初めは。書かねばならぬと思わなくてもいいのに、マス目の通りに一遍書いたらどんなになるか、生まれて初めてだけど、そのように一生懸命実験したら、確かに実物にとデッサンで揃ったものができるにはできたんだけども、自分のものじゃなかったという気がしますね。これちょっとまた実験的にこれをマス目と向こうと合わせてみたいんだけど、おそらくめちゃくちゃに違ってるんじゃないかな、つまり自然のなんていうのかな、遠近法の奥手には全然かなってないかもしれないけれども、自分の楽しい気持ちにはかなってる、そういうことになってやしないかなと思うんですね。そう、なんて言ってもね、これは結局絵は自分の好きなように描くのが一番いいんだから、あんまり遠近法だなんてとらわれないで好きなように描くのが楽しいっていうかな、楽しいのが一番いいっていうことですね。これはバラの垣根を使って線引っ張って、描いた絵です。これはそれから解放されて自由に、描いた絵が、これなわけですが、どっちもあまり納得がいかないもんですから、近所の水道局の屋上から覗いてオーベルシュル・オーバーズを描かせてもらいました。今度は展望が開けて、なかなか広い景色になるんですが、どこから見ても見えるゴッホの教会が小さくポツンとこう見えておりました。